ソニーインタラクティブエンタテインメントは日本のコングロマリットであるソニーグループ株式会社が100%出資する多国籍ビデオゲームデジタルエンタテインメント企業である。シェングループは2つの法人組織アメリカ合衆国カリフォルニア州産マテオを拠点とするソニーインタラクティブエンターテインメント LLC と東京都港区に本社を置いている。 株式会社ソニーインタラクティブエンタテインメントで構成されている。東京を拠点とするシェンインクはもともとは株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントとして1993年11月に設立されソニーのプレイステーション用ゲーム機の開発というベンチャー事業を行っていた。シェン LLC は2016年4月にサンマテオに設立され ソニーのアメリカのハブであるソニーコーポレーションオブアメリカを通じて運営されている。同社は1994年の初代プレイステーションの発売以来、家庭用ゲーム機プレイステーションシリーズの開発、アクセサリーやサービスのラインナップを展開してきた。日本から北米とヨーロッパに進出し、1995年5月にはカリフォルニア州、 ホスターシティにソニーコンピューターエンターテイメントアメリカを、1995年7月には、リバプールにソニーコンピューターエンターテイメントヨーロッパを設立した。同社は芝叩く間に、ビデオゲームやインタラクティブエンターテインメントの研究開発におけるソニーの主要なリソースとなった。2016年4月には、ストソニーネットワークエンターテイメントインターナショナルを再編し、 両者の事業と主要な目的を引き継いで、シェンに改祖した。同年、カリフォルニア州産マテオ日本社を置くシェン LLC が設立された。シェンは、プレイステーション向けゲーム機のハードソフトの研究開発、製造、販売を行っている。シェンは、ビデオゲームタイトルの開発、出版も行っており、ソニーの最大の市場である北米、欧州、 アジアで複数の子会社を運営している。2018年8月までに、同社は全世界で5億2500万台以上のプレイステーションコンソールを販売している。かつて、東京都、青山に存在していた、キュース本社カリフォルニア州産マテオにある、新本ンン社各地域市会社がその地域のプレイステーション販売を担当している。太字で記載されている反社が地域を代表して、 統括する。シエアは中南米も統括。シエアはオセアニアも統括している。よく誤解されているが、シエジャという会社は存在しない。株式会社ソニーインタラクティブエンターテインメントの販売部門をシエジャと称しているだけである。シェンのゲーム機は高い処理性能によって他社との差別化を図っているものが多い。 例えば PS では GTE によるジオメトリ性能の強化を図り PS2 ではエンベデッド d d r a m を採用しピクセル描画性能を高め PS3 ではセルによる不動小数点演算性能を強化して物理演算などによる仮想世界の構築に焦点を合わせたこれらの特徴を得るために最先端キーデバイスの自社開発を積極的に進めた PS では ジオメトリエンジンの使用策定に関わり PS2 では東芝と CPU を共同開発した。また描画 LSI の GS はソニー木原研究所との共同開発である PS3 ではソニー、東芝、IBM3 社共同で STI デザインセンターを設立し 218G フラップス 3.2GHz の強力なプロセッサを開発した。また 携帯機である PSP の LSI は、末置き機である PS2 に非常に近い機能を持つと、される。しかし、PSB 対抗は、プロセッサの開発コストが高騰している、半導体業界の情勢を踏まえ、プロセッサの自社開発や、プロセッサメーカー標準品からの大幅なカスタマイズを、避けている。PS2 からは、主要半導体の自社生産を戦略とした。 他社半導体メーカーによる供給と異なり、部材確保のタイミングやコストをコントロールしやすく、製品の垂直立ち上げや発売初動から安価な値付けを行うなどの演出を実現した。PS2 の国内初動100万台販売や PSP の約2万円の価格など、従来のこれらの規模の製品ではあまり例のない販売実績を積み上げた。特に PSP は、 立ち上げ当初から最先端のプロセス技術を用い、高いコスト性能比や電力性能比を実現した。自社生産のメリットを生かし、コストダウンを目的とした、チップシュリンクや統合を積極的に進めた。PS2 の EE や GS などは、それ、PS3 のセル等も初期は90 n m メートルプロセスを用い、65ナノメートルプロセスの工場を建設し、 また45ナノメートルプロセス技術開発を東芝 NEC エレクトロニクスと締結するなど、先々のコストダウンを見据えたが、PS3 販売の苦戦や半導体プロセス開発コストの高騰、半導体技術の進歩の鈍化のため、コストダウンは目論み通りにはいかなかった。積極的なコストダウン策による内部仕様の変更などで上位互換性が多少損なわれたり、 時には、直種向けのソフトウェアに対する互換も確保されない、場合があるなど、問題点もある。半導体工場への投資は、その規模が莫大でリスクを伴う反面、成功時の実りも大きく波及効果もある。しかし、半導体のプロセス開発コストが高騰したため、PS4 のメインプロセッサの製造では他社に製造を委託している。開発するゲーム機器は、 かつて同一カテゴリー品においては、介護感性を確保する戦略を用いていた。PS2i、オコントローラーに PS の CPU 等を取り込むことによって互換を維持した。PS3 も、初期の 20GB、60GB モデルでは PSPS PS に互換機能を提供していた。しかし、PS3 は 40GB モデルから低価格化、低消費電力化のために、 PS2 互換機能を廃止した。初代 PS 互換については PS3 において PS2 互換廃止後も継続しており、ゲームアーカイブス版は PS3 だけでなく、PS、p s p p s ータでも動作する。PS4 は過去のいかなる PS シリーズの互換機能も備えていない。p s ータはドドライブを装備していないタメンドで販売された PSP タイトルを動作させることはできないが、 PSN でオンライン販売されている PSP タイトルについては動作させることができるものと不可能なものが混在している。互換性とは呼べないものの2014年1月にはクラウドゲームストリーミングサービスによる PS1、PS2、PS3 のゲームを PS3、PS4、PSB たと一部の液晶テレビ上でプレイできるサービス。 プレイステーションナウが発表された。広告などで新製品の発売日を覚えやすくするために、プレイステーションの発売日を1994年12月3日、プレイステーション2の発売日を平成12年3月4日、プレイステーションポータブルの発売日を2004年12月12日とするなど、日付にゾロ目を起用する傾向がある。また、 プレイステーションビータを除く過去すべてのゲーム機の日本発売日を対案に設定している。自社で発売する全世界のゲームソフトは社内組織スワールドワイドスタジオの設立以降はすべてこの下で統括されている。社内スタジオや子会社による開発のほか外部デベロッパー開発のソフトも含まれる。かつてプレイステーション2用の 周辺機器 PlayStation BB ユニットを介したネットワークサービスを提供していたが、PlayStation 3の発売を機に標準で利用できるオンラインサービス、PlayStation ネットワークを開始し、自社ゲーム機以外からも利用できるオンラインサービスの展開を進めている。オンラインサービスその他のサービス終了1993年、ソニーの技術者や ソニーミュージックエンタテインメントのスタッフらによって東京に創立された。創立のきっかけは1990年代前半にニンテンドーと共同で計画していた CD ロム対応型のスーパーファミコン開発の契約がニンテンドー側の締結後中途破棄によって決裂したことを発端としていて後に参入ハード第1号に命名したプレイステーションも 共同開発ゲーム機のコードネームとして付けられたものであった。1994年、当時としては最先端の 3D 映像技術を武器とした家庭用ゲーム機、プレイステーションでゲームハード市場に参入。セガのセガサターンや、ニンテンドーのニンテンドー64と激しい市場、競争を繰り広げた。競争はしばらく続いたが、1997年の ファイナルファンタジー7のヒットが決定だとなり、スは PS の発売から3年でハード市場における主位の座に立ったと言われる。創業当時副社長であった丸山茂雄は、スがゲーム業界に溶け込めたのは自身を含めたソニーミュージック出身者たちがエレクトロニクス業界とは異業種のエンターテインメント業界を知っていたことが理由であると述べている。1999年には、 携帯周辺機器、ポーコトションを発売した。2000年に発売した、プレイステーションにでも、セガのドリームキャストや、ニンテンドーのニンテンドーゲームキューブ、マイクロソフトの XBOX などの競合商品を相手に優位を維持し、主導権を握りハード市場の主位の座にあり続けた。PS には DVD 再生機能を備えており、当時としては安価な DVD プレイヤーでもあったため、 その普及の立役者にもなった。2001年には経営危機にあったスクウェアに支援のため出資、同社の立て直しに貢献した。2004年に発売したプレイステーションプラットフォーム初の携帯型ゲーム機プレイステーションポータブルやブルーレイプレイヤーとしても普及の引導薬を期待されていた2006年発売のプレイステーション3は、 ニンテンドのニンテンド DS やウィートの普及競争に苦戦した。両、ハードとも日本や欧州で一定の成功を収めていたが、PS3 は北米市場においてマイクロソフトの Xbox360 先を越され、末置き機の世界累計売り上げは2013年までの6年間を3番手に甘んじることになった。1994年に、 初代プレイステーションを発売して以来自社のハードの売上数に関しては生産出荷台数のみを公表していたが2007年に他社同様の売上実績数の公開に変更したこうした中ソニー本体との連携強化のため2010年4月1日に組織再編が行われた同日をもってプレイステーションネットワークなどを統括していた ネットワーク部門をソニーに移管し、S は家庭用ゲーム機とソフトの開発、製造、販売に専念する体制に移行した。また、同年夏には本社を東京、青山から港南のソニー式内に移転、開発部門も品川区に移転した。2010年2月には旧、S を SUN プラットフォームと解消し、そこからゲーム機及びソフト開発などの部門を 承継させる形で改めて巣を新設、ネットワーク部門のみを残したスンプラットフォームを即座にソニー本社が分割、吸収合併する形を取り、よりゲーム部門専業の体制へと再編された。2011年末に発売されたプレイステーションビータは世界的な販売不振に至り、2016年末に欧米向けの発売を終了。そして、 2019年3月1日には日本での発売を終了。2013年11月15日に発売したプレイステーション4は世界的に販売を伸ばし、2019年6月30日時点でプレイステーション2を上回る末置き機ゲーム史上最速の出荷台数1億台を達成した。2020年11月12日にプレイステーション5を発売。 初代プレイステーションを発売する以前、ニンテンドーはスーパーファミコン用ソフトにおいてマスクロム方式を採用していた。しかしこの方法ではゲームソフトが品切れを起こした場合、追加発注から再生産による納品までに数ヶ月を要するという欠点があった。また、卸売業者を介する多段階流通構造から見込み発注による過剰在庫、 過小発注による品切れなどが発生しやすいという欠点を抱えていた。スは、プレイステーションのソフト媒体として、CD-ROM を採用することにより、短期間で製造できる CD-ROM の特性を生かし、こうした流通システムとは異なる、小売業者との時期取引を基本とした流通システムを採用し、値引き販売等が起きがたい仕組みづくりの実現を図った。この方法の採用によって、 日本のテレビゲーム事業における流通構造を市場の需給動向へ迅速に。すは、上期販売手法の一環として、中古品取扱い禁止、横流し販売禁止及び値引き販売禁止を日本の小売業者に徹底した。そのため、これらの手法は、指摘特占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する疑いがあるとして、 1996年5月に公正取引委員会の調査を受け、1998年1月20日、公正取引委員会からプレイステーション用ソフトウェアの販売について小売業者に対し希望小売価格で販売するように圧力を加えたとして独占禁止法に基づく排除勧告を受けることとなった。1996年には、 デジキューブによるコンビニエンスストア流通、有力メーカー各社による自主流通といった巣を介さない流通が始まり、前述の公正取引委員会の介入も相まって巣の日本における流通システムは崩壊した。セガもまた巣の後追いで巣同様の手法を自社製品の流通システムに取り入れたが、公正取引委員会に独占禁止法違反容疑をかけられ、 子会社から自社に流通業務を移す形で摘発を免れた。この流通構造の変典を受けて、テレビゲームソフトウェア流通協会は、利益確保のため中古ゲームソフト販売を拡大させた。セガ、有力ゲームメーカー各社は、違法中古ゲームソフト撲滅キャンペーンを展開し、中古ゲームソフト販売を違法として、販売差し止めを求める訴訟を起こしたが、2001年、 最高裁判所は中古ゲームソフト販売は合法であると判事され、テレビゲームソフトウェア流通協会が勝利し、コンピュータソフトウェア協会は全面敗訴した。2006年11月11日にスワ、プレイステーション3の発売と同時にプレイステーションストアを開設してゲームソフトのダウンロード販売を開始。 2013年2月には日韓 SPA の取材に対し具体的な数値は公開していませんが DL 版の利用度が劇的に増加していますとコメントしている2002年アメリカ合衆国イマージョン社が起こしたプレイステーション及びプレイステーション2のコントローラー振動技術の特許権をめぐる訴訟でカリフォルニア州オークランド連邦地裁が素などにアメリカでのプレイステーション および、プレイステーション2の販売差し止めと約9070万ドルの損害賠償を命じる判決を2005年3月24日に下した。この裁判の影響により一時プレイステーション、および、プレイステーション2がアメリカの販売店舗より一時撤去される騒動も起きた。巣の再審理請求は2006年3月14日にアメリカ連邦判事に棄却されたが、 2007年3月1日には、イマーチョン社の請求金額とライセンス料を全面的に支払う形で和解した。なお、2007年9月の東京ゲームショーにおいて、再び振動に対応した、デュアルショック3が発表された。円高やハードの不振により、旧、スは2008年度の時点で104億円の債務超過に陥ることとなる。 こうした中、前述したソニー本体との連携強化のためとして、2010年4月1日に組織再編が行われた。しかし、その後官報の決算広告により、平成23年度、平成24年度、平成25年度と組織再編後も依然として巨額の債務超過であると明らかになる。スは単独の決算を、親会社であるソニーの業績発表会等で、 公表しておらず、官報の決算広告で、スタンド区の対借対象表を開示している。それによると、平成25年度は売上高6515億1900万円、営業利益88億1400万円、経常利益76億5100万円、純利益37億8400万円、資産2514億8800万円、 負債三千九9七億三千八百万円、純資産マイナス五百八十二億五千万円であると発表され三年度連続の債務超過である。プレイステーション四が発売された平成二十五年度において平成二十四年度に比べ売上高は千七百二十五億六千六百万円増加、流動負債は千百十二億八千九百万円増加、売上高総利益率は 約16.46%から約12.80%、売上高営業利益率は約1.76%から約1.35%、売上高経常利益率は約1.67%から約1.17%、売上高当期純利益率は約1.64%から約0.58%へと利益率は低下し、売上は増大したが利潤は減少した。 また、有価証券評価差額金が、平成24年度のマイナス53億5600万円から33億5400万円へと、展示その差額分である87億1000万円と、純利益等を合わせ債務超過額は124億9600万円、減少した。解散した旧、旧相も、前年度より、債務超過に陥りながらも、 PSP5 を発売した2009年度2012億6300万円の債務保証を受けており、同様に債務超過という財務状況下において、ス・セアー・シーの3社は、平成24年度、ソニー本社より3社合計2629億6100万円という、非常に高額の債務保証を受けている。さらに、平成25年度、ス・セアー・シーの3社は、 ソニー本社より3社合計2150億8600万円の債務保証を受けている。なお、株主総会の資料がネット開示されるようになった2008年度以降、確認できるだけでもセアは債務保証を毎年受けて事業展開している。なお、ソニー本体のゲームネットワーク事業としてのセグメント別決算では2014年度には、 PS4 の世界的な好調を受けて481億円の営業利益を上げ、黒字に転換している。2013年1月に北米リサーチ会社 IDC から PS3 の世界販売台数が7700万台となり、Xbox 360の7600万台を追い越したとの統計が発表になった。 Wii の世界販売台数はによると9984万台。ありがとうございます。